ニー実は、日本の歌手、ヘビメタルバンドラウドネス、および、XYZA のボーカリスト。大阪府大阪市住吉区出身。ニックネームは、ニーちゃん、ニーん、ン、ミノ吉、ミック、ミキー、と。1960年3月12日、大阪府大阪市住吉区南住吉生まれ。家族構成は、父、母、姉、弟。弟は、 ドラマーの新井原強人である。新井原実は幼少時に小児喘息を患っている。性格は内向的でおとなしく、いつも母親の後をついて回るような器用な子供であった。しかし、小学3年生に進級した頃より剣道を習い始めた。持病は回復に向かい、徐々に明るくなり、陽気さを発揮し始めた。中学校に入学すると、 家族やクラスメイトの影響からスリーピー・ジョン・エスティスやステファン・グロスマンといったリズムブルースやビートルズに興味を持つ。そんな折、友人からバンド野郎や,ろうやお前はポール・マッカートニーなど半ば強引にバンドに誘われる。祖母に頼み込んでベースギターを買ってもらったことで弾みがつき、その後の音楽人生の起点となった。1975年。 上宮高校に入学、軽音楽クラブに入り、そこで知り合った同級生の石原慎一郎らと共に、ハードロックバンド、アースシェイカーを結成。当初はベーシストとして参加したが、ボーカルが1年ほどで脱退したため、ボーカル兼任となった。それでも本人はベースを弾くことに重きを置いていたが、周りの反応は、ナチュラルキーの高さやレンジの広さ等を指摘するもので、 少しずつ自分の得意性を気づかされるものだった。ヤマハ楽器主催のアマチュアバンドコンテスト、バンド合戦に出場した際、審査委員であった、ソーバットレビューの石田長尾からは、珍しい声、おもろい声と評価された。こうして、次第に本格的なボーカリストを目指すようになった。同コンテストで優勝し、アースシェーカーは知名度を上げ、当時関西で人気絶頂であった。 アマチュアバンド、サンスイカンや、シェラザードの前進などのイベントの前座に起用された。しかし、バンドの勢いと逆行するように、大学進学を境にして、2位現自身の趣向は、ハードロックよりもリズムブルースやソウルミュージックへと、原点回帰し、大学2年時の1979年には、ハードロックはもうやらないと、アースシェーカーから脱退。並行して在籍していた。 京都の R&B バンド、ソウル・ドゥ・アウトの活動に勢力を傾注することで、ハードロックボーカリストからソウルシンガーとなった。この時期に、ムード歌謡グループ、ニック・ニューサのヒット曲、サチコのレコーディングに、コーラスとして参加している。ハードロックはやらない発言の裏には、プロ思考が強かった石原に対して、当時はまだ自身の力量に自信を持てずにいた。 ニーゲンがプロを目指すことに二の足を踏んでいた共中があったものの、うまく伝わらなかったため、意図のすれ違いが生じたまま二人は、しばらくの間絶縁状態となる。仏教大学系音楽部では、同級生の藤村幸弘らとファンクバンド、青春会を結成した。この時期、京都の有名なファンクソウルバンドとして、イタチ等と活動した。レイジーのギタリスト、 高崎明が、自身のソロアルバム制作のため世界に通用するような強力なボーカルを探していた。アースシェイカー時代のニ・イバラの歌声を聞いた高崎からオーディションへの参加依頼を打診された。1980年の秋だった。この時、高崎にアースシェイカーのライブテープを送り熱心にニ・イバラを推薦していたのが後にベーシストとしてラウドネスで名優となる。 山下正義であった。オーディションに合格、翌年1981年3月、高崎とドラマーの樋口宗隆の勧めにより、大学を一時休学して上京した。移動手段は、格安の深夜の高速バスで、所持金は5000円札1枚のみ、だった。大学は後に助籍となった。高崎と樋口にはまだ、レジーとしての活動があった。高崎のソロプロジェクトを、 バンド形態にすること以外、マネージメントオフィス、レコード会社、バンド名も未定。新井原加入直後の数ヶ月間は完全に白紙。上京後の数ヶ月は、樋口のマンションで共同生活をしていた。同年5月末に、レイジーが解散。8月には、三重県鈴鹿市のチェスナットスタジオで、デビューアルバムのレコーディングを開始。バンド名も、ラウドネスに決定した。 11月25日、コロンビアレコードより、プロデビューした。1987年、12月、自身初となる著書、ロックン、ロールジップシー僕はロックで世界を見た発表。1988年、12月、ラウドネスを脱退。当初、目指す音楽の方向性の違いから自発的に脱退、と、各メディアで報じられ、ファンや関係者に衝撃を与えた。 後年に実際には自主的な脱退ではなく一方的な解雇であったとにユゲン自身が語った。翌1989年早々に当面はソロのシンガーとして活動すると表明。6月にファーストアルバムワンをリリースし、中間英名、宮脇知史、藤村幸弘らを従えてツアーを開始。1990年、藤村幸弘長井と美 菅沼構造といったテクニカルプレイヤーらと共にデッド・チャプレンを結成し活動。1994年、石原慎一郎、寺沢光一、樋口宗隆と共にスライを結成し活動。1999年、スライの活動が休止したのを機に当時系統していたヒーリング・ミュージックへの移行を考えていたが、この相談を受けたファンキース栄養士が猛反発。 末吉から誰もお前のそんな姿なんと望んでないロックの世界に引き戻すと強く説得されファンキース・エヨシ、キッタカ・フミヒコと共に XYZA を結成し活動した。このバンドの結成当初のバンド名は XYZ であった。2000年、ラウドネスがオリジナルメンバーでの活動を行うことになり、それに伴い復帰。2006年、17年振りのソロアルバム。 アッシュズ・ツー・グローリーをリリース。全盲でありながらも、テクニカルギタリストとして知名度を上げている、田川博明が、プロデュース兼ギタリストとして参加。2007年、12月、18年振りとなる、ソロライブ、ロックンロール・ジプシー・ツアー・07東名阪ツアーを、決行。サポートメンバーは、夜叉の福島勝彦、田川博明、田中丸ゼニー、加藤剛 2008年、同年5月9日から10日に行われた、ソロライブ時の音源を収録した2枚組 CD、ミノル・ニーハラ・ライブ、R&R ジプシーショー、神楽坂ディメンションをリリース。同時期に、庄屋の寺田恵子、アース・シェイカーでに茨の公認ボーカリストの西田、正文と西寺美を結成した。2011年、ニー・ゲンとブラス・ロックバンド、ブラフのリーダーで、 音楽プロデューサーの松木隆弘が中心となって、米国のファンクバンド、タワー・オブ・パワーの楽曲を中心に、ジェームズ・ブラウン、オーティス・レディング等、ソウル・ミュージックのカバーライブを行った、サイの音源を東日本大震災のチャリティーとしてリリース。メンバーには、モトスペクトラムやカシオペアのメンバーのほか、トップスタジオミュージシャンが多数参加し、その後も、 ソウルクレイジーナイト名義で定期的にライブを行っている。2014年11月、イヤーモニターの世界最大手、ウェストン社の公認アーティストとして日本人で初めて選出される。2018年3月、31年ぶり、自身2冊目となる著書に茨実事伝信がシンガー発表。ありがとうございます。